IVE のウォニョンとエンハイプンのソンフンがダンスチャレンジを披露した。本日1日 IVE の公式 TikTok で2人が IVE のオールナイトに合わせて踊る映像が公開された。2人は長い手足を生かしてダンスを披露し、抜群のビジュアルをアピールした。オールナイトは1月19日にリリースされた IVE の初の英語シングルで、 アメリカの女性ラッパーソうイいタイとコラボした楽曲だ。スウェーデンのデュオグループであるアイコナポップ、イコナポップが2013年に発売した曲を再解釈した。ウォニョンとソンフンは2021年10月から MBC の音楽番組ミュージックバンクの MC を務め、チャンクズという愛称で親しまれた。ソンフンは2022年9月、 ウォニョンは2023年1月にそれぞれ MC を卒業しており、2人の再会がファンの注目を集めた。IVE のウォニョンとエンハイプンのソンフンがダンスチャレンジを披露した。本日1日 IVE の公式 TikTok で2人が IVE のオールナイトに合わせて踊る映像が公開された。2人は長い手足を活かしてダンスを披露し、抜群のビジュアルをアピールした。 オールナイトは1月19日にリリースされた IVE の初の英語シングルでアメリカの女性ラッパーソー・イータイとコラボした楽曲だ。スウェーデンのデュオグループであるアイコナポップ、イコナポップが2013年に発売した曲を再解釈した。ウォニョンとソンフンは2021年10月から MBC の音楽番組ミュージックバンクの MC を務め、 シャンクズという愛称で親しまれた。ソンフンは2022年9月、ウォニョンは2023年1月にそれぞれ MC を卒業しており、二人の再会がファンの注目を集めた。